はい、こんにちは。こんのこねこです。今日の一日一冊は、ダニエル・キースの24人のビリー・ミリガンです。アルジャーノに花束をで有名なダニエル・キース。アルジャーノに花束をの主人公は知的障害を持つ仙でした。本作、24人のビリー・ミリガンの主人公、ビリー・ミリガンも精神に障害を持っています。なんとそれは多重人格です。 ビリリー・ミリガンは幼い時に受けたた虐待ののめ、24人の人格を持ってしまったというのです。しかもこれ実話に基づいていてます。実在の多重人格の男性ビリー・ミリガンに作家ダニエル・キースが自ら話を聞きまた彼の担当の精神科医師などにも話を聞いて作り上げた限りなく実話に近いノンフィクション小説なのです連続レイプ犯として逮捕されたビリー・ミリガン しかし彼には犯罪を行った記憶がないという精神鑑定を行った医師はそこで驚くべき事実に気づく彼はか弱い子供としての人格デイビッドや冷静で知的な人格アーサーさらには暴力的なレイゲンなど計24の人格を持ちそれら人格がそれぞれ彼の肉体を操っていたのです多重人格は 現在はか離性同一障害と呼ばれ、まあ、正式に精神障害として認められていますが1980年代当時はほとんど知られておらずそれゆえ彼は罪を逃れるために演技しているだけではないかと多くの人が思っていましたそのため彼は刑務所内の病院で暴力を振るわれたりと不当な扱いを受け続けていましたしかし彼に実際に会い深く話した人は皆一様に これは演技なのではありえないと確信します実際に彼に会って話を聞いた作者ダニエル・キースもその一人だったのでしょう私も最初は多重人格って本当にあるのかなと懐疑的でしたがダニエル・キースの文章に触れていくうちに多重人格って本当にあるんだそしてそれによって苦しんでいる人がいるのだと確信できるようになりました小説として読んでも興味深いですし このような病気で苦しんでいる人がいるということを知るためにも非常に有意義な一冊かと思いますのでぜひ24人のビリー・ミリガン読んでいただければと思いますとこのようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録コメントいただけると嬉しいですではまた明日お会いしましょうバイバイ